フィアレス・ヴァンパイア・キラーズは2008年にイギリスのロンドンで結成されたロックバンドである。バンド名の由来は1967年の映画、吸血鬼から。ローレンスとキアーが曲ごとにボーカルを交代で務める形式は過去に別々のバンドに所属していた二人が出会った時にどちらもボーカルをやめたくなかったことから生まれた。撮影した映像を自ら編集したり、 グッズの放送等を行ったりしている。2012年には、イギリス最大の音楽雑誌であるケラング氏による、カーン・アワーズにおいて最優秀英国新人賞を受賞した。ローレンス・ベバリッジ、ボーカルリズムギター・キャー・ケンプ、ボーカルリズムギター・サイラス・バローン、リード・ギター・ドルー・ウルノー、ベース・ルーク・イリング・ワース・ドラムス影響を受けた、アーティストとして、デビット・ボーイ、アイアン・メイデン、 クイーン、アベンジドセブンフォールド、キンクス、ヒー・イズ・レジェンド、エブリィ・タイム・アイ・ダイを挙げている。バローンは2013年のカーンツアーの際にアイアン・メイデンの T シャツを着ていた。また、いつも決まった衣装を着たりメイクをしていることから、パニック・アット・ザ・ディスコとマイ・ケミカル・ロマンスを混ぜたようと、評されたこともある。マイ・ケミカル・ロマンスのボーカリストである、ジェラルド・ウェイは、 ツイッターでフィアレアス・ヴァンパイア・キラーズのミニアルバムに、大使好意的なコメントを寄せた。イングランド・ミナ・フェイセズ・イン・ザ・ダート・パレス・イン・フレームズ・インタールードン、ティリエスト・フィアレアス・ヴァンパイア・キラーズ・ザ・ブラッド・ネパートリス、エースタディ・イン・ディストピア・ブリード・ティル・サンライズ・カンシード、リッペンと、デストロイ・フェティッシュ・フォー・ザ・ファイナイト・エクスポジション。 ザ・ファイブ・ビフォー・ザ・フレームズ・ザ・パイロット、P。トレーン・ザ・シーフ、マーチェンツ・オブ・ディケイ・ザ・メカニスト、ハンドラン・ザ・ビジランテ、デス・オアディス・グレース・ザ・プリンス、ダイヤモンド・ダスト＆アンドクリムゾン・デイン、ミリシャ・オブ・ザ・ロストーン、ネクロウ・ミニア・クッド・ウィーボーン、ダーリング、カンシード、リペント、デストロイ、ブリード、ティルサンライズ・バイト、ダウンオン・マイ、ウィンチェスター・パレスインフレームズ・イーブーン・ゴース。 ほーゲットフェティッシュフォーザファイナイトボータイズオン、デッドガイズ、ザプレジャーオブザペインエティオーイズザサーストマスカラ、ティアーズバニラスパイス。ありがとうございます。